はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンスということで、妖怪学園 Y のキャラクターのね出現率がアップ、さらに期間限定でガチャスタンプ付きということで、これはワンチャンあるんじゃないのと思いきや、ちょっと待てよ、5回目で一応ね1体確定なんだけども、ちょっとと待てよ、一応ね確率確認していきましょうか。一応16日までやってるしね。 T ダイン 0.7%、 獅子王 0.7、 ドーベル 0.7、 そして SSS も 0.7 ということで、冷静に考えるとねちょっとしかアップしてないんですよ。でですね、ゾディアライヤー倒せればいいんで明日来るんですよ、あれが。なので明日まで待って考えてもいいと思います。ゾディアライアステージでイベント限定妖怪のねダメージ特大アップ、特大がね来るんですよ。これで倒せちゃうので、まあガチャ無理して回すよりはこのティーダスをねゲットする、もしくはウォッチね、今回 UR ウォッチガイがね非常に強力なんで、そちらをね優先した方がいいんじゃないか。で明日まで待ってで倒せない場合はね、まあガチャを回してもね遅くはないかなと思います。そうなんです、 UR ウォッチガイ Y 学のねキャラの HP が 20%、 攻撃が 30% アップするということで、これはね非常に強力、まあイベント期間中も強力なんだけど、イベント終わっても強力だからね。 UR ウォッチは HP 側にね振ってます。そしてバランスがいいのがこれエイリアンウォッチ、特にこのエイリアンウォッチとかUR ウォッチ持っていない人は今回のガイはねおすすめです。と言っても一応ワンチャン単発回してみましょうか、もしかするかもしれません。オルショス赤ミスカイン赤玉からの、おぉカラカサマジン、むっちゃ使えるキャラではあるけどね。秘伝書ゲットです。さあそれではね、ゾディアライアやっていきましょうか。地獄ムズ、これね、このティーダスがあれば、ティーダインなくてもいけちゃうんですよ。非常に強力、特殊能力が強力なんだよね。そしてプーですね、使っていきましょうか。ティーダスだけでもいけるんだけど、このプーがあるとですね、高速周回も可能。モモンガね、この辺りのキャラ、このパワーアップされるキャラがあるとですね、非常に強力なんです。そしてイケメン魚、持っていれば入れると高速周回が可能。そしてバンバレアも持っていれば、まあ保険だよね、置いておくといいでしょう。いきましょうか。さあゾディアライア、地獄ムズ、地獄ムズ、まあ確かに地獄ムズではあるんだけど、今回難易度設定がえぐいよね。特攻キャラがあればむっちゃ簡単だけど、ないともう超激ムズっていうね。何なんだ。さあイケメン魚で技ゲージを貯める。そしてまずはティーダス、ティーダスで7万9000出るからね。そしてプーです、8万3000。そしてモモンガがね一番なんかダメージ出るような気がするんだよね。4万8000が2つ、だからこれだけでも10万ぐらいいくからね。いきました。なので特にねこれティーダス、ティーダインだからガチャからティーダイン無理にねゲットしなくてもいいんじゃねっていう気がする。さあちょっとまたパーティー変えていきましょうか。このモンガかプーどちらかがあればねいけます。ちょっとね限定妖怪1体にしてみました。もしくはうまくやればね、まあティーダスだけでもいけるんだけど、まあ周回という意味ではもう1体入れておくとね安定かなと思います。だから今回、まあ、Tラインどこまで求めるかだよね。まあ Y 学イベントはね今後もおそらくねたくさんあるので復刻もあるかと思います。だから今無理に特にね狙わなくても、まあ Y ポイントに余裕があれば回すっていうぐらいでいいかなと思います。まあ言っても 0.7% なんで厳しいには厳しいよね。
通常 0.5% でちょっとしかねアップしてません。さあちょっと足らないかな、いけるかな、もう一発打っておきましょうか。さあいきましたね、落としませんね、なか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 。一応ですね、僕一度だけスキルの秘伝書落ちました。あとね超必殺の秘伝書とかは結構落ちた。さあ20ポイント。さあちょっとねこんなパーティーでやってみましょうか。ウォッチの効果ちょっと確認していきましょうか。今ウォッチなしのステータスで今 UR ウォッチ外をつけるとさあ 30% アップなんで攻撃がちょっとえぐいよね、露骨に上がります。ワンランク妖怪のレアリティが上がったぐらいのね上がり方なので、この UR ウォッチ外はね結構おすすめというか、持っているとおそらく今後ね Y 学イベント結構ね頻度あるんで、持っていると強敵相手にね有利かなと思います。 30% はやっぱりでかいよね。 HP を上げるよりは強敵相手だと攻撃がね上がった方が攻略はしやすいのかなと思います。どっちみちね最近の強敵はむっちゃ強いので復活とかさ使ってやるので、 HP が上がったとこでちょっと上がったとこでみたいなのはあるんだけど、攻撃のね 30% は倒せる倒せないっていうねこの微妙な調整運営はしてくるんで、やっぱそこはでかいよね。さあまずね技ゲージ貯めておいて、今回ねこのサメがですね意外とね使える、強いんですよ攻略でね、マップの攻略ではね非常に使えます。まあ、ワイマネー稼ぎなんかもねできるしね。さあフィーバータイム入りました、いきましょうか。攻撃力アップをね重ね掛けしていきます。白犬、さあそしてサメ一発撃って、サメね2発撃ちぐらいできるとね結構稼げます。エルゼメキア、そしてでかいボーナス玉作る。エルゼミキアもなかなかいい感じだよね。そしてスコアアップして大きいの。さあ2回目のサメ、さあこれでダメージね結構出るんですよ。そしてスコアもねなかなか出ます、何も落としません。さあこれで3434Y マネー、まあイベントマップにしては稼げるよね。さあ次はねまだミッションがね残ってます。ステージ35を一種族の妖怪のみでクリアしよう、100ポイント、こちらやっていきましょうか。さあこんなパーティーでやっていきます。サメ使っていきましょうか。サメがいるとね今回マップの攻略むっちゃ楽だよね。ムカムカで単体攻撃、そしてツチノコです。ワイマネアップ、ダソックス単体攻撃、キライ魚サーボリです。ニョロロンパでいきます。さあオッタマゲーターのステージいきましょうか。サメがいるとねむちゃむちゃ攻略が楽です。今回サメはねガチャからね結構たくさん出ました。このガチャから出しただけで技レベル3まで一応上がったからね。さあまず技ゲージ貯めていきます。一種族なんでニョロロンパでいきます。さあブラベのね単体攻撃も打ちながら、さあサメ止まりました。さあこれで1450サメがおう37000、やべえな。さあクリアしました、これで試練はクリアだね。さあイベントもねもう残りわずかになってきたんでちょっとペース上げていきます。さあ報酬いただきます。おう神必殺の秘伝書、これはね嬉しい、取っておくべき。さあ次はねこのステージ2で3コンボ以上を達成しよう、コンボチャレンジやっていきましょうか。完全攻略で秘伝書がもらえると。さあ今回ね、まあ、クリスマスが近いということでサンタパーティーでやっていきます。
このジバニャンサンタをセンターに置くと、このクリスマスのね音楽になる、なります。何気にこの音楽変わるって嬉しいよね。テンションマックスです。さあワンフィーバーでいきましょうか。このねサンタキャラね何気に強いんですよ。ウィスパーサンタ、そして吹雪姫サンタ、いいよね。おそらく今年復刻ガチャ来るか、クリスマス、まさかのクリスマススルーするか。スーパーフィーバーです。フィニャンサンタフィーバー中に打つと非常に強力。さあワンフィーバーでいったぜ。さあクリスマスイベント楽しみだよね。さあ424ワイマネー。さあこれで、さあコンボチャレンジ完全攻略いきましたね。さああとはねこのゾディアライア周回してですねワイポイント、そしてレアアイテムをね狙っていこうかなと思います。僕はですねこのゾディアライアの周回パーティーはこんなパーティーでやっています。今回ねこの Y 覚醒獅子王がねむちゃむちゃ強いんですよ。だからこの獅子王だけあれば他いらないよねっていうね。しかもこの獅子王はねこの豪傑族で唯一、豪傑族のねランク Z では唯一のスーパーフィーバーということで、今後もなんか使えそうなんだよね。強敵相手なんかでも使えます。さあ来ましたね。お秘伝書来たぜ。これはちょっとちっちゃく見えたけど小必殺の秘伝書来ました。そして40ポイント。